カール・ビル・ヘルム・フォン・フンボルトは、ドイツの言語学者、政治家、貴族、フンボルト大学の創設者。言語哲学や言語人類学にも大きな貢献をしたが、その姿勢は、インドヨーロッパ語族主義に立った差別的なものだった。プロイセン王国政府の外交官としても活躍。ゲーテやシラーなどとも信仰があったことでも知られている。ヨーロッパの知識人に、 バスコ語を普及させた功績も有名。弟は自然科学の分野で貢献したアレクサンダー・フォン・フン・ボルトで特に博物学や地理学に業績がある。兄弟ともに当時のドイツでは知識人階層の代表として知られており、両者は混同されやすい。近年は弟の方が研究評価されている。ベルリン郊外のテーゲルにはシュロス・テーゲルと呼ばれる。 彼が弟と共に住んでいた家が存在する。ビルヘルム・フォン・フンボルと国家活動の限界を決定するための試論はジョン・スチュアート・ミルの自由論にも大きな影響を与えた。ミルは政府がどの程度まで国民の自由を制限できるか、国民はどの程度の客観的証拠による注意によって、自らの自由な注意によってどの程度まで政府に干渉されずに、 自由な意思決定がすべきなのかについて考察を行った。例として、毒薬の薬品の注意書きは政府によって命令されるべきか、自らの自由な意思によって注意すべきかを挙げて考察している。もし自らの意思によって注意すべきであるならば、政府は注意書きをつけるように強制すべきではないが、それが不可能ならば政府は注意書きを強制すべきであるというのである。ここに、 国民の能力の問題をも取り上げることとなった。そのため、ボローニャ大学、パリ大学に始まる、それまでの専門職業教育志向の大学スタイルとは違う、教養志向の大学スタイル理念を提唱した。それを具現したのが、ベルリン大学である。これは、酒やタバコの注意書きや、それと類似に、経済学的に意味がある酒税やタバコ税の意味についても、 国家活動の限界を考察する一例として同じように考えることができる。もし国家が過度に注意を行うようになれば、警察国家となるであろうし、一方リバタリアンのように経済的なことのみに注意すべきであるという小さな政府も可能であろうし、またスウェーデンのような福祉国家論を主張することも可能であるということになる。著作電気研究、ありがとうございます。